こんにちは、太田忍です。どうも。ちょっと画角が謝罪みたいな。申し訳ありません。大丈夫？あの服が結構派手なんで大丈夫。パンコで買ったブルドックのやつ。俺トイプードルのさ、なんかルーとかさ、ティーとかアモンのさ、アパレル出そっかな。ロゴこれね、ほらあれなんで、ブルドックなんで。今日はですね、ライジン47の、もうすぐだね。はい、今週末じゃん。もうそうですね、遅くね。ずっと撮る撮るって言ってたけど、全然撮らない。グアムに行ったら撮るとか言って全然撮らない。ちょっと周りの選手が皆さん撮ってたので、あ、やばいと思って、撮らなきゃって感じで。まあでも旬だね。旬ってかもうみんなちょっと予想し終わってるかもしれないけど。そうですね、まあなんか勝敗予想だとちょっとやりづらいと思うんで。うん、だって俺負けるって言われたらマジだけど、なんだこいつと。だから俺はもう言った、俺のこと負けるって言ってやつ全員くたばるって、マジくたばると思ってたらざまみろ。まあ、はい。なので展開とかの予想をしていただけたらなと。あ、展開ね。展開予想も難しいけどね。あ、まあでもシンプルに、どういう展開になるか。この選手とこの選手が戦ったらこういう展開が予想されるよね。了解。っていう、こっちが勝つならこう、こっちが勝つならこうとかなくて、シンプルにこの試合の展開を予想してほしいっていう感じです。いやだね、どっちが勝つならこうって言っちゃうかもしれないし。いいよ、じゃあどれがいい？あ、でもあのこのなんだっけ、ラジャブアリシドライフみたいなさ、この武田の相手はヤンジヨンとの試合しか見てないけど、あとこれか、上田美京選手の相手も3戦目ぐらいで、まあ MMA の経験あんまないみたいな感じで、だからこの辺は分からん、ぶっちゃけ。で、上田美京選手がどれだけ強いかも俺は分からない。やったこともないし、ヘビー級だからね。じゃあまあ馴染みがあるって言ったら、まあジョニー・ケイス選手対ベイノー選手。馴染み、あ、でも俺ベイノー選手とグラップリングとかやったことあるからね、一緒にジム来て。あ、そうですよね。そうそう、で写真撮ってさ、あのこうやってベイノー選手こうやって俺が前にドンと立ってんのに、こうやってあの人の方が大きいのに、大きいし足も長いしなのに、こうやって足前に出して、こうやってやって顔なんか遠近法使ってくるから。だからベイノー選手好き、面白いし。この試合はまあ多分5分3ラウンドずっとベイノー選手がこう、まあ、周りこうやってね、あのサークリングして終わるんじゃない？これ。それだとみそぎマッチになるんですよね。ああ、そっか、違う。負ける勇気を持って勝ちに行け。だから今回のテーマ行くんじゃない、アグレッシブに。まあとはいえやっぱ MMA って打撃から始まるから、打撃はさ、ベイノー選手ライズのチャンピオンになってるから、ね、打撃の部は多分ベイノー選手にあるんじゃないかと思います。とはいえでもジョニー・ケイス選手もボクシングの試合を出たり、ザ・トータルファイターっていうライト級のトータルファイター上げてくださいって言ったらジョニー・ケイスって名前が出るぐらい、きっとね。まあこれ顔だったらダントツで、ね、ジョニー・ケイスの勝ちじゃない。だけど、ね、まあベイノー選手は言ったら、まあ平本くんみたいなスタイルをやればいいんじゃない。自分のあの打撃を自分の距離でテクダウンさせないように当てるっていう。でも行かなきゃまた前みたいな試合になっちゃうから、まあでも、あ、まあ、噛み合うとは思う。ガンガン前に出てくるアグレッシブな選手だから、ジョニー・ケイスとアグレッシブな試合ができなかったらもうこれよマジでも俺はね、これは結構実際やり方によってはベイノー選手チャンス全然あると思う。普通に考えてジョニー・ケイス勝つじゃんこれっていうふうに言われてるけど、まあやり方によったらジョニー・ケイスにも勝ち得るポテンシャルはベイノー選手あると思うから。それは打撃で？そう、打撃でも。しかもベイノー選手って結構テイクダウン能力、テイクダウンディフェンス能力高いね。結構俺もフルパワーでいかないとあのテイクダウンできなかったし、まあ壁使われたってのもあるけど、まあ体重差もあるし。だけどそれでも俺がテイクダウンなかなかできない選手ってあんまりいないから、ここに関してのテイクダウンディフェンスって、ほらあのヤマスドミネーター選手との試合なかなかテイクダウンできなかったじゃん、ヤマス選手がね。だああいう試合をすればいいと思う。だそういう試合をさせてもらえない今状況じゃない。前の試合でブーイングをされた、アグレッシブに行け、負ける勇気を持って勝ちに行けがテーマ。その中で勝つ試合をすればチャンスはあると思います、僕は。でジョニー・ケイス選手はやっぱりテイクダウンした方が分はあるよねっていう。テイクダウン能力的にはどうなんですか？すごい突出してるわけではないけども、まあ打撃でやってもベイノア選手とまあいい勝負するぐらいのスキルはあるんじゃない。だけどベイノア選手がジョニー・ケイス選手に勝ってる部分はやっぱストライキングの部分だよねっていう、まあ、そこでテイクダウンをさせないようにしっかりさばいて自分の距離でやるっていうのがベイノア選手の勝ち筋かなと。ガンガン行く必要ないと思うよ。前よりもフィニッシュを狙いに行くようなアグレッシブさがあれば
言い方あれだけどブレイキングダウンみたいにね1分しかない中でガーって行くような試合をする必要がない。この前の試合にもっとアグレッシブさを足すプランでいけばいいと思います。僕はジョニーケース好きじゃん。この前だってさちょっと近くで見てどっかで見かけてすんごいイケメン。そうそういつだっけ、なんかの会場、ランドマークかなんかの会場じゃない。びっくりするほどイケメン、めちゃくちゃイケメンで、じゃあイケメン同士ということ同士、まあ確かに顔は濃いからね、うん、期待しましょう。いいじゃない。次武田選手対ラジャブアリ・シェイドラフ選手、うんうんうん、すごいね。もう一回言って。ラジャブアリ・シェイドラフ選手、ラジャブアリ・シェイドラフ、この選手ね、ぶっちゃけライジンなんかツイッターに載ってたじゃん、契約しましたみたいな映像あったじゃん。俺手挙げたんだ一番最初。なんでかって言ったらヤンジオン選手とバンタム級トーナメントでやってるわけよ。トーナメントだったのロード FC の試合でやってて、であれ63キロの試合なのよ。だからあバンダムなのかなと思って、あ僕やりたいですって言ったの。そしたらこの選手はバンタム61キロの体重を作れないからフェザーでやるんだっていうふうに言われて、あそしたらちょっとなと思ったら武田選手に決まった。でもレスラー対決らしいね、元レスリングで。しかもこの選手はフィニッシュ率 100% でしょ。10勝 10KO KO か1本か分かんないけど10戦無敗。まあどうだろうな、武田選手はこれはどういう作戦でいくのか。まあでもテイクいくだろうな、打撃アグレッシブにで仕掛けてテイクいって、まあお互いそうだな多分。でお互いがその強い部分が似てるから、そこを上回られてしまったら手詰まりになっちゃうよね。ピュアレスリングで言ったらどっちが上とかって分かるんですか。分からん。だって武田も多分大学のね途中で2年ぐらいで辞めちゃってるし、この選手がいつまでレスリングやってたか分かんないし、しかもこれライジンルールっていうのが一個ちょっと武田浩二に優勢ではあるかなっていう。やっぱさあのライジンルールと他と違うから、俺も今度ベラトールで試合をするんだけど、やっぱりリングとケージだとものが違うしルールも変わってくるしってなると、やっぱライジンルールを経験してライジンルールで何試合もしてる武田浩二は有利っていうか、まあプラスに働くかなと思う。そのヤンジオンをあんなスムーズに決めたっていうのは結構この選手は強いなと思うけど、まあ、この前のヤンジオンの試合を見てたら、まあ、普通に取れるかって感じだったよな。これは、まあ、そのテイクダウンした時に上を取った方が有利ってこと、うん、まあ別に上を取った方が有利っていうわけではないんじゃない。だって武田はあんまりなんかマウントとかさガードのポジションってやらないじゃんあんまり、うん、なんかバックキープとかさスタンドバックとかのが多いじゃん。そのテイクダウンした時に、うん、どっちもその有利なポジションを取りたいってことで、まあそこの勝負だと思うよ本当に。スクランブルになった時にどっちが強いかっていう、フィジカルに関しては多分武田の方が上なんじゃない。ライト級の選手だったからもっともっと、ね、無タイプとかでやってるからね、それに比べたらさすがに無タイプが強いからね。まあでもスタンドの打撃もあると思うよ。だからこれはもう期待しましょう。武田浩二応援ですもちろん。じゃあ次は、はい、クレベル小池選手対ファン・アーチュレット選手。あ、小池さんとファンさんゆいちゃんずっとファンさんファンさんですよね。まあこれはクレベル選手って1本しか狙わない選手じゃん。ゴートゥフィニッシュを常に狙ってる選手なのよ、まあ、フィニッシュ率見たら多分 80% 超えてんじゃない。多分1本勝利がエグい多いのよ。しかもその盆栽柔術ってその柔術の中でもポイントゲームじゃなくて決めるっていうのに何て言うんだろう、決めるっていう部分が大きい呪術らしいのよ盆栽呪術自体が。だからそれがもうやっぱ MMA の試合でも顕著に出てる選手だから、まあ対するフン・アーチュレッタはレスリングベースの、まあ、トップキープしてゲームコントロールして、多分フィニッシュ率はそんな高くないかもしれないけど、アーチュレッタが勝つとしたらお手本があるからね、金原さんみたいな試合をすればいいと思う。でフアンアーチュレッタは多分金原さんみたいな試合ができると思う。っていうのは決められてる試合があんま見たことがないから、十字とかね下から三角とかバック取って、バックチョークとかそれにしっかり多分対処できる選手だし、まあ、バンタム級から上げたとはいえもともとベラドールのフェザー級のチャンピオンだから多分タイトル持ってたと思うよ確かね、フェザー級で。だからバンタム級で元老区だったフアンアーチュレッタがその元老から解き放たれてバンタム級の時よりも全然強いフアンアーチュレッタで来ると思うから、体見てもねこの前の公開練習結構でかかったじゃん、うん、でクレベル小池が決めきるかフアンアーチュレッタが3ラウンド5分3ラウンドをしっかりコントロールするか、
だけど本当クレベル攻撃って10秒あったらセットして決め切れるから、ボーン3ラウンドしっかり集中を切らさずにしっかりやることをファンアチュレッターはやらなきゃいけない。クレベルはこの本当に一瞬の隙を逃さずに決めに行かなきゃいけない。アーチュレッター選手がミスをする場合っていうのはどういうところが考えられるんですか？ミスか、まあタックルキャッチされるか、ダブルレッグ入ったところをキャッチされてフロントチョークとかに入られるか、まあ、あとテイクダウンしてガード入られて三角とか、まあ、そこはでも対策してくるだろうし、そこで決められるかなっていうのはあんまり浮かばないよね。だからアーチュレッターの方に分はあると思うよ。あと不安アーチュレッターってちょっとさあれじゃん、滑りやすいやん、結構頭がきっと結構それってフロントチョークとかがっちり決まってもうシュンって抜ける時あるから。だけど俺はクレベル選手に勝ってほしい、どうにかして。してるよね、うん、好きだから俺。じゃあ次、メインイベントの森口選手対セルジオ・ペティス選手、うん、はい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 、3年弱ぶりぐらいじゃないこれ、あのベラトールのバンタム級タイトルマッチ以来、あのハイを空振らせてのバックブローね、打撃の、まあ、強い選手。そう、この前あのパチミックスに負けるまでベラトールのバンタム級のベルト持ってたから、元バンタム級ベラトールのチャンピオンです。でもやることって多分お互い変わらないと思う。そのセルジオ・ペティスってその打撃をどう当てるかっていう練習をいっぱいしてる中での前回のハイからのバックブローっていう選択肢、ちゃんと練習をしてたらしいのね。柏木さんもそれを見てたって言ってたし、しかもこのセルジオ・ペティスのとこのヘッドコーチってそのなんかストライカーがどう打撃を当てるかっていうのを教えるのは得意ならしいのよ。だからいろんなバリエーションを持ってると思うのね。で堀西選手は多分もう作戦変わんないと思うよ、まあ、打撃の攻防をして、まあ、テグラム混ぜてコントロールして5分3ラウンドって前より短い中で多分もっともっとその寝技に力を注げる部分も増えてくると思うし、なんか堀口選手ってこう金太郎選手とも最初打撃でやり合ったりとかするから、その打撃で負けてるからなんか打撃でチャレンジするんじゃないかなとかも思っちゃうんですけど、まあメインだしファイターとしてね盛り上げなければいけないとか思って臨んだら打撃勝負をする可能性もあるじゃん。まあでも多分本当に、まあ、打撃の攻防もするよきっとするけど、テイク行くのがやっぱ安全なんじゃないかと思う。対セルジオ・ペティスはでも打撃がすごい強い選手だからね。しかもまあさっきも武田の時も言ったけど、ライジンルールを何回もやったことあるから、しかもテイクダウンしやすいしコントロールもしやすい、ロープは。だからもっともっと堀内選手の強いところが出ると思う。あの感じ見ると決めちゃうんじゃないかなって思うけどね、堀内選手は。まあ勝つっしょ。まあでも3年前と今って全然強さが守った選手も違うように、うん、なんかそのこの3年間であのままっていうわけでもないと思うんですよね、セルジオ選手が。それを見せる必要がない、だって勝ってるんだもん。あそこで負けてたら3年前と違うぞ、今強いから勝てるぞを見せる必要があるかもしれないけども、勝ってる選手からしたらやる必要がないわけ。しかも完全アウェーじゃない、会場のほとんどが多分、まあ俺もそうだけど、堀内選手勝ってほしいと思ってる中でね、完全アウェーでやるんだから、それはまあ男気じゃないこれって本当に、うん、すごいと思う、うん、展開としては、うん、テイクダウンして1本取るんじゃないかっていう、うん、まあ1本取れるんじゃないかなって俺は思ってる。新婚さんだしね。ね、そうですね、うん、負けられないと思うので、まあそんな感じだね、はい、うん、まあ、今回は多分見に行けないと思うので、まあそうでしょう、 PPV でしょう。だって俺出発17日だから、もう6日前だ出発の。あ、ちなみに16日あ、もう5日前じゃん。そしたらペーパービューで応援しましょう。応援しましょう、どうせ買うでしょ。俺ペーパービュー1回も買ったことないけど、いつも買うじゃない。ブレイキングダウン買ってたもんね。あれは勝手正解、面白かったもん、スタギョ君と安保君の試合初めて。いや俺本当に正直ブレイキングダウンに関してはオーディション大好きなの。試合って本当にこれ何見せられてんだろうと思ってたのけど、まああのメインがあったら俺も見たしね。あとジョギー選手とユース選手の試合とかも面白かったよ、すごい面白くて。ブレイキングダウンの感想動画とかも撮ってもいいと思いますけどね。いやあんまり見てないから俺、本当あのぐらいしか見てないから
あの今回のね、うん、メインとかもすごい 見応えがあったので、うん、あの試合も見たよ。前田島選手、前田島選手もスポンサーさん一緒だからね、DSK さん、あの試合も見た。ブレ本当に俺マジでブレイキングダウンがオーディション見てほしい。本当に面白いから。見たことないかも。ずっと見てんじゃん俺、な2回3回ぐらい巻き戻しして見て、見ろ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 とか言ってということで皆さん僕の試合見てくださいね。日本時間6月23日、早朝です。おそらく、おそらく。はい、バイバイ。